こあげる？これじゃ、もうこっち見た、あの、あ、片手の合わせ、両手で合わせましょう。当たってるよ、まだ当たってる。合わすときはハンドル持たないんだよ。ハンドル持たない、しっかりしっかりリールを持って、ハンドル持っててもいいけど巻いちゃダメだよ。ついてこないから一回止めよう。75まで使いますよ。全然いるよ。これメーター合ってるんですか？合ってないです。ですよね。はい。そろそろお願いしたいんですけど、嫌な汗かいてる。今ね、嫌な汗出てきたら、うちらもね、手がプルプルしてきたので、そろそろいいですから、松本さん、かけていただいて。餌2個ついてるんですよ。あれ、分かった。だんだんちょっとうちらも飽きてきちゃってるんですけど、じゃあちょっと試して。おっと、ここでなんと先生が私と直を取って。じゃあ餌がないのかもしれないじゃないですか。2回さっき当たってたんで。ドライブ緩いって言ったじゃないですか。食べられた。見た？だって今私がしゃくったらズルって出たんだもん。これ餌ないっす。めちゃも大概きついけど、姉さんとかもっときつい。怒れっていう指示飛ばしたら嫌ですから、ね、でしょでしょ。私を後ろで操ってるのは泡引き者ですからね。皆さん誤解しちゃダメですよ。まだ合わせないでしょ。いいよ。またドラグ出たでしょ。我慢した我慢した。今ドラグの音しましたよね。ししたジューって見てないよ。ほらほら見て、いじってねえよ。ほらずるずる、いじってねえすよ。ドラグ締めて全巻きしてやった。おー釣れてるわ。ウッキーないけど、なんすよ。日本針で2匹釣らなきゃ意味ないでしょ。松本アナがこう合わせとかそういうのにふらついてしまったりうまくいかない理由は、体を船べりから離れてる。体は必ずここにつける。ピタッと。そうすると一体化して安定します。落ちました。当たった。当たった？今当たったよ。巻かないで。巻かないで。急に渋くなる。ですね。松本タイム。松本タイムという新しい言葉も松本サイズしかなかったんですけど、松本タイムまで。誰か魚っぽい。本当？魚っぽくない。おお。違うこれ。おしゃしゃしゃ。乗ってない。乗ってないから戻して戻してそこで戻さないで誘う。もう一回当たったでしょ。誘う誘う。巻かない巻かない。誘うの。合わせて。はい、乗った。お、本当に？さすが。松尾さん。確かに乗った。すごいじゃないですか。先生のが先釣っちゃったよ。すごいんですよ。だから魚が海の上でいるかいないか分かんなくなるので、うん、ああ、なるほど。怖くて遅くしちゃったんですって。それが逆効果なんですよ。で、それでバレるんですよ。なるほど。早い。出返しが早い。もう行った。そして松本さんまだやってる。行っただよ。おっ、あ、行っただ。はい、実況、実況。ダブルだ、ダブルだ、なんとダブルだ。どうで、どうで、重くな。痛い痛い痛い。いやいや、気をつけて。やったー。大丈夫、手大丈夫。あ、よかったよかった。すいません、あの、ダブルでした。やりました。そうだと思います。ええ、誰のおかげですか？はい、あの、三井先生のおかげです。ありがとうございます。乗せていただきました。乗せてください。私は全く分かりませんでした。おお。なぜダブルになったのか全くわからないですが、あ、これ
これ尻尾長い。尻尾分長いのこれ。尻尾分が三。狙うの大きいのしか狙わない。あんなことから三に一発欲しいんだよな。はい、いや。釣りなくていいんだったら全くいいんだよね。初めてでしょ。いますか。釣りなくていいからさ、大きいのいるって寄ってくる雰囲気をさ、醸し出してほしいね。アピール。いえ。ここらの魚も受け立ち悪いからね。だから立ち寄ってた。なんかドキドキ感が違う。ああ。ドキドキ感が。来た。やっぱりお尻大きい。ああ、暴れた。ゆりめちゃった。姉さんやっぱでかいっすわ。いや大きかった、ね、見えました。見えた。やっぱりね、うん、合わせが甘いんですよ。あーそこか。引きが食い込んでないから、うん、あーよし入れる。痛い。いやでもやる気出てくるね。そうですね。明らかに形が違いましたね。肩全然違う、ね、ちっちゃいから。もっと大きいの。あんなのじゃない、あんなんじゃない、もっと大きいの。我慢なのか勝負なのか、どっちだ。当たってんだけど食い込まない全然。乗ってる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 。果たしてどんな大物が来るのか。あと10名さんになりました。さあそろそろ人形の状態が見えてくるはずだ。果たして君の状態はどうなんだ。そんな言うほどのサイズがうん、気持ちは分かります。松本さんが一発あるんですよ。ああいう人が一発やるんで。あ、来たね。粘り勝ち。これいいんじゃない。どうすかね。おお、一緒だな。おっとこれいいじゃん。これでかい。でかそう。わからないよ、見せてるだけだ。あーでもでかいよ。でかい。あー今日一だなこれ。あーサイズアップですね。サイズアップでございます。でも絶対佐々木さんの一匹目の水面バラスのやつが一番でかい。そう、間違いない。33。うわ、いや全然こんなの遊びながらもう教えたり松本さんに教えてる時間とか。いやいや普通にやってて60、70の。ああそうですか。うわほらこいつの方が短いじゃん。尻尾切られちゃって再生した物言いがつくかもしれないこれ佐々木さんの一番大きいやつ。一番最大行きました。お疲れ様です。今日の釣りどうでしたか。いや、下浦ならではの高活性、はい、で最後ね、ちょっと肩狙いで行ったんですけど、なかなかちょっと当たり合っても食い込まないっていう渋い展開ではありましたが、まあまあいろんなドラマありましたね。松本さんが天秤と上下逆だったり、仕掛けがぐちゃぐちゃだったり、そうそう、いろんなことがありましたね。そうですね。師匠どうもありがとうございました。いえ、でもなんだかんだ言って楽しかったです。そうですね、はい、はい。でも偉そうに日本掛けしたって言ったら姉さんがかけてやってるのに自分が伝えたこと言ってたよ。いやもう本当にね、ABC からあの教わりに来た。 ABC 発想が古いですね。 ABC からあの本当にね、基礎教えていただいて50年目にしてね、ようやくなんか釣りがもうキラッと
輝いてみる。いやそうでもないと思うよ。釣り歴50年目にしてキラッとしてくれたらしい。いやこれからの50年は違います。そんな生きるの人生100年時代だからなんか佐々木さん、あと50年一緒に釣りするって言ってるんですよ。いや俺も早く死にたいわでは結果発表しましょうか。はい、結果発表。またそして唐突な感じだけ、もういつまでも聞き直せるなと、はい、じゃあ亀さんお願いします。結果を教えてくださいませ。とりあえず結果発表いきます。いや一人ずつ発表するんで、はいはい、これいらないですねとりあえずでは松本さんから、はい、いきます。どうせ最下位だろう。松本さん最長が88センチ、はい、最短が69.2 センチ、差が 18.8、はい、覚えておいてください、ね、18.8 ポイント、はい、次佐々木さん、はい、最長 92.3、 おあもう負けてるよ、はい、松本さんが88だったり、はいはい、で最短が 71.1、 あいいとこだねこれ。いいとこじゃない。差が 21.2。 危ねえよ危ねえよ。残すところちょっと、イエイイエイイエイ、いきますよ、女帝の発表いきます。はいはい、三井しのぶさん、はい、最長 85.4、 最大に、俺最大に、最大に、最大にしてたら勝ってましたよ。最大勝ってますよ。でもあのほらレイさん、ほら尻尾ないのがあのすごいのがいるから、なんかすごいのがいるからね、マンボみたいな形、そうそう、すごいのがいるから。最短 50.3、 はい、差が 35.5。 これ結果さ順当じゃない？うん、そうですね。ね、順当だね。やっぱり分かるね、立ちも分かってるわけや。やっぱりね。やっぱりね。でも今日つぬけ以上なんだよ。いや17本もね釣らせていただいた。こんな活性良かったのに17しか釣れないの？そんな過去最いいんですよ。喜んでるんだから水ささないでくれますか？でも一番釣れました過去の中。いや多分そうですね。はい、もう。これもすべて続けね、先生のおかげです。良かったです。本当ですよ。教えがいがありました。でもちゃんとこう伸びていく様をご覧いただいたでしょ。はい、朝から比べたらもう帰りには別人になってますね。もう佐々木さんはもう何も言うことなかったです。本当にさすがでございました。はい、でも釣り歴は松本さんより全然違いです。50年ですからね。釣り歴50年、釣れない歴50年、松本秀夫よろしくお願いします。よろしくお願いします。だそれ、まあ、こんな感じでぐだぐだではございますが、また機会ありますのでよろしくお願いします。今日はお疲れ様でございました。